球熱スタ2007。すごいシンプルなタイトルだった。早速やっていきたいと思います。見てほしいのは、新たに設立されたリーグ、ドリームリーグで与えられた GM ポイントをうまく使って球団運営を行っていくモードです。あ、そう、これや。GM ポイントは選手の維持や獲得球場の使用料、オリジナル球場を使用する場合、その拡張費などに当てられますと。10シーズンかけて自球団の人気と実力を上げ、スタジアムを満員できるチームにするのが目的ですと。ワンシーズンは1節6試合かける10節の合計60試合のリーグ戦となりますと。やりきりたいなぁ。そうそう、こういうの、こういうの。イージー、ノーマル、ハード。イージーだと8万ポイントありますよ。で、ノーマルだと5万ですよ。ハードだと3万ですよってことか。そうですね。まあまあの、ハードで行ってみる？ちょっと、ハードで行ってみますか。阪神タイガースで行きましょう。えらい強い。いや、なんか、うわ、なんか差別化がえぐい。ヤクルトと、オリックス、楽天がえげつないぐらい評価低いですね。あ、監督も書いてる。野村監督時代、コリンズ、ボビー・バレンタイン、揉めてた時かな。王さん、伊藤さん、ヒルマン、落合さん、岡田さん、古田や、すげえ、珍しい。原、マーティー・ブラウン、大谷さん。結構監督が個性豊かな時代ですね。阪神タイガースで行きましょう。甲子園球場、ドリームボールパーク。いや、甲子園でしょう、それは。DJ か、ウグイス城か、ウグイス城で。DJ はちょっと、うるさいな。編成ドラフト40人になるまで選手獲得を選んで、選手を獲得してくださいと。これがね、面白いんですよね。どうしますか？もうまだ開始5分ぐらいですけど、撮影始めて。もう長いわ、これは。まずはまあ、見たいとしてはキャッチャーかな。こう、長いね、こうなってくると。なるほど。これは、フルトって、取られへんやろ。どうなんねん、これ。兼任監督ですね。プレイングマネージャー。そっかは。多いなぁ。好きで選ぶならやなぁ。安倍4年の。鶴岡日本ハムかな。小田、的場、浅井亮。阪神タイガース。あ、2ページ目もある。2ページ目はちなみにどうやった？これで。可能。バイオリズムもある。そうですね。キャッチャーに求めるものはやっぱり盗塁をさせるかどうかっていうところかなと思うので、型ですよね。型 A は、あ、可能型 A なんや。へー。もう肩とあとリードも もちろん欲しいとこですけどね。小山。あ、知ってる、この人なんか本で読んだことあるな。松坂世代だっけ、なんかすごい人ですよね、確かね。ちょっと、詳しく話せないのが残念。わからない。肩 A、バント A、的山。近鉄違うかな。肩 A、浅い、あら、浅い。浅いでもいいけどね、全然ね。安倍晋之助はもう完璧ですね。コスト。これコストじゃなくて、なんか値段みたいなのもあるんじゃないんですか？コストでいいのか。コストが3万以内ってことかな。球団別外野手。抑えが大事とも言いますよね。
度胸、球威、抑え、コスト順だと岩瀬ね。まあそうですよね。まあでも岩瀬ストッパーのイメージあんまりないんですけど、中継ぎリリギで抑えられてたイメージはあるけど、マハラ懐かしい。肩球威ストレート、まあやっぱり好みですよね、どういうストッパーが。わあ、もう間違いない、久保田ですね。あ、豊田もいいね。おお、久保田は157キロ投げると。五十嵐亮太158キロ、うん、横山もいてたね。マハラも結構出るんじゃない、156ですよね。なんでなんですか、久保田よりマハラの方が評価高いんですか。実績的にはちょっと久保田の方がいいんじゃないですか。ミッチェルいてたな。なるほど。全員で言うと、あ、斉藤和美が一番コストが高い。わあ、もう完璧の時代か。1.74。防御率、勝率18。で、福留、最強時代ですね。最強やな。3割5分1厘、ホームラン31本。藤川球児、ストッパーの中に入ってなかったですけど、中継ぎ扱いなんですね。まあ別に、どうなんかな、ストップ適性とかもあるんかな。ストッパーできないの、なんかあるんかな。例えばこの藤川を中継ぎで取ってストッパーにしたりとかもね、全然。松中の評価がそんなに高、まあ高いじゃ高いか。松中19本。カブレラ31本。そうですね、誰、まあみんな欲しいね。ダルビッシュがもう野球やってるということは、僕はもう社会人になってる。赤星の総力が、もう壊れております。うわー懐かしい。ヤギってこれ、あの日本ハムのヤギかな、多分そうですね。最後、ヤクルト行きあったんちゃうかな。セギノール、ラミレス。なんか、どのゲーム配信でも野球は同じこと言ってんな、ずっと。名前言うだけ。リグスね。絶対、ガトームソン。絶対、こいつだけは、みたいな。誰中心にこのチームを作っていくかっていうのは重要ですよね。ボーグルソン。ちなみにちょっとその球団別、阪神タイガースで金本、赤星、浜中、リン、ウェイツ、檜山、野原かな、前田、今岡、そうですね、あんまり誰も好きじゃないな。じゃん、能見先発時代、いや弱い。ダーウィン、ああ、藤田太陽。これいてたなぁ。どっかから来た人かなぁ。まあ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 。誰かなぁ。ちょっと無言でやっていいですか。さあ、ということで、無言で30分選手を選び続けました。なんか選びきらないと終われなくて、で、こういった指名になっております。主力はやっぱり阿部、鳥谷ですね、シーツ、このあたりかな。後の選手は今となっては知名度あるんですが、ちょっとこの当時はそんなにというところですかね。で、投手陣の方がダルビッシュ、ウィリアムス、久保田、キサヌキ、このあたりですかね。あとはちょっとこう、黒木もね、入ってるんですけども、この時は中継ぎの黒木になってるのかなというところです。で、各球団、まあ1位指名とかだけざっと見ていくと、鈴木、この鈴木はちょっと誰か僕わからないですね。福地、ウッズ、古木、片岡、
まあ、それなりに中日は示し、ヤクルトが前田智則、福留、ベニー、高橋、由伸ですか？ちょっとヤクルトがいい感じ。パウエル、川島、平井、星野、まあ、投手陣がちょっと薄いのかな。中日はこれ三浦、涌井、橋本健って阪神の橋本かな。まあまあ、でも巨人が八木が一番の杉内、末吉、カブレラ、ホリーンズ、まあまあまあ、巨人もそんなに大型補強という感じではないかな。広島すごいですね。ポクボ、栗原、そよぎ、黒田、川上健進、おお、すごいな、ここ広島かな。投手力で言うと黒田、川上、藤川、小林、ガトムソン、デイビーいましたね。デイビー、店ここにおったんか。店取りたかったんですよね。あー、横浜もいいですね。上原、清水、武田、真原、石和久で、松中、フェルナンデス、田中、あと古田も取れてるしな。横浜も強そう。これちょっと見れたかな。こんな感じ。全ての戦力がバランスよく整っていますので、阪神は、そうですね、バランスいい方かな。機動力が重視、230。これでいけたと思った僕がなんか恥ずかしいな。これこんなに？ヤクルト、中日がえぐいという感じですか。僕の印象的には横浜やと思うんですけどね。あー、なるほど。こんなに？こんなに違うか？そうか。一年目は勝たせてくれないタイプのゲームかな。あ、セーブス乗せた。各球団全選手の保有権を一旦放棄し、ゼロからのチーム再編。夢の舞台、ドリームリーグの開幕です。いいですね。全く新たな編成でこの戦いに臨む新生タイガース。やや固めのその表情は緊張というよりも、この夢の舞台での勝利への誓いのように見て取れます。タイガース、プロ野球ファンの熱い心を、そして優勝の2文字をその手につかみ取ることができるでしょうか。今ここから日本プロ野球の新たな夢の1ページが始まります。ドリームだな。岡田さんちょっと似てるな。いや、だいぶ似てるな。誰と握手してんねやろあれ。さあやっていきましょう。次に球界を担うのはこの男だ。新たなる怪物、ダルビッシュ有。俺がやんのかこれ。マジめんどくさ。あ、なるほど、これでパワー決めんねん。146キロ。ストレートが速いのが出ない。音がいい。すごい音がいい。この、ちょっとゲームを上げようかな。キャッチャーミットの音がすごいいいんですよ。若きリードオフマン候補、栗山匠。1回の表、ベイスターズトップの栗山。このね、いいですね。データが出てんの、左側に。低めストレート、これは見ました。ストレートが。そんなに速くない。あ、ストレートまた選んでしまった。第2球、低めいっぱい、これは見ました。フォーク、シンカーでもいってみますか。さあ勝負球、シンカーマックスでいった。当ててきたよ。抜けた。どうやって投げるの。ちょっと投げ方がわからない。つなぎ野球の体現者、攻守で勝機を呼び寄せる田中健介。スライダー、曲がる。スライダーエグい。第2球、低め変化球、スライダーがエグいですね。さあ第3球、これは見ました。ストレートのこの決まった時の音がすっごいいい。打ち上げた打球はライトへ。やめて。ライト線フェア、入っています。どうやって投げるのかな。ランナー二塁でストップ、シングルヒット。
ダルビッシュ。天性の長距離砲、大松翔一。さあ初球、うまい。変化球、ピッチャーうまく外してきた。ほんまにうまく外したな。内角、これは大きく外れています。0対0カウント、ワンエンドワン。さあ3球目、よしよしよし、見逃してストライク。落ちる球持って、持ってんねや。今日3番に入っている大松、真ん中低め。うわ、振ってこない。外れています。ダルビッシュ、ここは踏ん張りどころ。頼む、踏ん張ってくれマジで。さあ勝負、平凡な当たり。あ、取り方わからん。ランナー突っ込んだ。取り方わからん。ホームイン送球、セカンドランナーホームイン、早くも先制。なんやねんこのゲーム、面白いな。いや、そういうリプレイもやってくれる。あー好き。そうですね、そうですよね、この試合長くなるな。バットの神に見られし手法、松中信彦。見てる、ちょっとプロレスラーみたいやけど。こういうことができました。これはベンチも当然盛り上がりますよね。さあ第2球、よし行こう。これは見ました。3球目、うん、なるほど。これは外れてボール。さあちょっとサッカー気になってるけど、うん、シュート打たれてるよね。ランナー3塁を蹴った。ボールは間に合わない。ベイスターズ追加点を入れました。防御率 1.6 やと思って私見てるんですけど、ダルビッシュ。松中、ここでタイムリーヒットを放ちました。マジか、なんやねん、めっちゃ難しいやん。ゲームメイクは俺に任せろ。似てないな。粘りのエース上原浩二。積極性が新庄のリードオフマン、村松有人。打席に入る。なんやこの今日のトップバッター、村松。全然俺の時と表示ちゃうやん。低めピッチャー、まずはストライクを一つ取りました。さあ第2球、なんやこのカーソル。投げた、低めピッチャーうまく外してきた。ほい、ストレート、これは外れてボール。あの振ってんすけど、ずっとこの一球。これはバッター相当悔しいでしょうね。投げたぞバット。ちょっと待って、ピカイチの高打者坂口智隆。あ、全然投げる間もこれ、投げるじゃん、ストップする間もこれ。今のはフォークですか。フォークだと思います。ちょっと待ってください。あのなんかカーソル設定なんとかならないですか。打撃がマニュアル、マニュアルかオートかしか選べないってこと。打撃カーソル、高数値ノーマルでいいですよ。カーソル速度ちょっと速いぐらいにしてほしいですね。これでどう？あ、ちょっと待って、これ、あれ、いつものやつや、変わってない。良くなるやつ。低め落ちる球、これはバットが空を切ってしまった。上原待って、上原投げるの速い。ちょっと待ってよ。試合設定で、多分さっきのキャンセルかかってる。コース打ちに戻ってる。カーソル早いにして、OK 押すとこまでが、設定ね。よし。うわ、やりにくい。第3球。ここは踏ん張った。みんなちょっと、頑張ろう。つないで返して、猛虎打線のキーマン、シーツ。そう。初球何で入ってくるでしょうか。高かったんやで、シーツ。高めストレート、めっちゃ速いね、たま。上原、じゃ上原めっちゃ速いねんて。141キロ今ので。ど
どのタイミングで振った当たんねん。封じ込めました。抑えの効いたいいボールですね。ピッチャー打たれないコースを知ってるかのようです。うまい、キャッチャーがうまい。天性のバットコントロール、天性のバットコントロール。早送り、早送りのボタンある？試合前の状態に戻ります。やりきらなあかんのか。ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。